ふね船だちかは、戦国時代から安土桃山時代の武将。備前の戦国大名を浮田氏の家臣。祖先は、甲斐、源氏の名門、小笠原氏につながるとされる。戸川秀康や岡けりと並んで、浮田直家の創業に貢献した、浮田三郎の一人である。ところ元常との戦いなど、直家の創業の初期からの家臣で、 微中三村土地家との戦いでは章もというを打ち取ったと申される。さらに三さか三浦氏との戦い、直江の元主君である、浦上胸影攻略などで、大いに功を挙げたという。光月城の戦いにおいては、毛利氏に味方した、直江の命令で、光月城の救援に来た小出し配下の将である、橋場秀吉法の黒田吉らと戦い、これを破る。 直江が秀吉の勧めで、小田氏に味方すると、直江の命令で、毛利氏と戦った。時期は不明だが、有力黒人であった伊賀久隆が直江により追放されると、その居城である、ビゼントラ僧城を任されている。直江の死後は、浮田秀家に仕え、秀家の名代として、四国征伐などに従軍した。戸川秀康が引退すると、 浮田氏の国政を取り仕切ったが、天正19年うる1月6日、その国政に不満を持った妹婿の石原、慎太郎に虎草城で暗殺された。ありがとうございます。